はようございます。本日はシェイプフィットフェスティバルの翌日の月曜日になります。今日もまた普通に予備校なんですけど、今週の土曜日に稲葉があるので残り5日になってて、今日からリプリートと言われる炭水化物を切ってっていうような食事を3日間やって、で最後カーブアップしていくみたいな、今回はスケジュールになってるらしく、今日からディプリートなんですね。今日食べれるものとしましては、タンパク質が 140g、 脂質が 80g、 で炭水化物はもう1日 20g 以下で抑えてほしいっていうような内容で、ウォーターローディングも兼ねてるらしく、今日明日明後日は頑張って水も4、5リットル飲んでねっていうことでした。今日からディプリート3日間頑張っていきたいと思います。見て、太陽みたいになりました。じゃん、できました。牛60、鮭、卵、うん、おいしい。これもう剥かずに持っていく。ということで予備校に行ってきます。ローストビーフをゲットしました。暑すぎて歩くだけでも苦しくない。今からお昼です。これ2袋と卵2個、ちょっと教室で食べるの恥ずかしかったから今日は外で食べます。よろしく頼む。帰ってきました。でもやっぱりね、脂質とタンパク質だけしか今日取ってないんですけど、ゆで卵も2個食べてて、ローストビーフも食べてっていう脂質をちゃんと取ってるから、ほんまに空腹感はね全然ない。ちょっと待って、今ですね、昨日の SFF でお土産をもらった、差し入れをもらったやつを開封してたんですけど、なんか足汚っ。私がまだナバ残ってて減量で食べれないからということで、犬用にね、ヨウちゃんとセリちゃん用にお土産をくれた方がいたので、ちょっとヨウちゃんとセリちゃんにあげたいと思います。すごい犬用のもみじまんじゅうらしい。ちょ、お座り、お座りして、お座り、お座り、うーとか言わない。サーちゃんが食べたい。でっかい寄せ一口でいったら、ゆっくりだ、落ちてる落ちてる、愛おしすぎよ。ありがとうって、私たち僕たちにくれてありがとう、ありがとうございます。その他もたくさんのね、お手紙もすべて読ませていただいております。出来上がりました。ご飯、牛もも200、残りの枕だったら280ぐらい。この牛もうまっ。やっぱなんか糖質を取らないと元気かって言われたら元気じゃないかもしれないんですけど、やっぱ牛は美味しい。あ、ちなみに今日もテストがありましたが、できました。All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far, playing.おはようございます。ディプリート2日目、昨日は1日目でトレーニングしに行った後、動画撮れてないんですけど、トレーニングして帰ってきて風呂入って寝てっていうような1日目でした。で今日は2日目です。今日も昨日と同じマクロで3食食べていくという感じです。なんかこんな感じ、炭水化物やっぱ食べてないからかな、なんか元気は出やん。とりあえず今日も頑張っていきたいと思います。朝ごはんは
卵と鮭です。鮭は 100g でした。フォロワーさんにいただいたおもちゃをセリちゃんがめちゃくちゃ喜んで使ってるんです。そんなに嬉しかったかってぐらいめちゃくちゃ金メダル、すごい。おお、体操の金メダルが決まりました。団体戦すごい、マジすごいよね。朝はタンパク25、脂肪21。もうオリンピック選手のプレッシャーに比べたら自分なんてって思ったら頑張れますよね。だってもテレビで放送されて世界背負って、間違えた、国背負って外行ってるわけだからすごい。では準備ができたので盛れる。本日も予備校行ってまいります。今日のお昼ご飯は牛180と卵2個。めちゃくちゃお腹すいた。ご飯食べ終わりました。今日はなんだかすごくお腹が空きます。リプリート2日目のお昼、今は予備校のお昼休憩中です。日光浴してリフレッシュ中です。予備校終わったので帰ります。ただいま帰ってきました。帰ってきて今もう夜ご飯のお肉を焼いているところです。今日はですね、リプリート2日目だったんですけど、なんかすごいしんどかった。なんかね、頭が痛いのは気圧のせいなのか何なのか分かんないんですけど、授業中ちょっとだけ頭が痛かった。でもなんかめっちゃ風が流行ってるらしく、予備校でも全国的に風が流行ってるよね。で、なんか鼻が詰まってきたから、これは風なのか。そう、今日はだからなんかリプリート2日目でちょっとしんどかったですけど、まあ夜ご飯食べて、今日明日でトレーニングが終わりなんですね。で、今日が火曜日で水までトレーニングして、木金はもうオフで、土曜日に大会って感じなんですけど、もう一番懸念している点はその前日がテストの日なんですけどね。一日中椅子に座るわけやから、だいたいさ、大会前日ってさ、体ゆっくりしとくみたいな、なるべく体むくまんようにみたいな感じじゃないですか。一日椅子座っとかなあかんから足むくまっていう悩み事があります。あ、で、土曜日の大会のスケジュールがもう出てて、そうそうそう、私のステージはおそらくね、ビキニモデルのショートクラスになると思うので、2時55分からのステージになると思います。楽しみやけど緊張しちゃう。もしもし、もしもし、もしもし、今ちょっとばあさんのお客さんが遅れてるから電話しました。はい、一瞬遅れてたから今電話したけど、ちょっと時間ないかもしれんけど大丈夫？うん、風邪ひいた。風邪かな、風邪ひいた、鼻がやばいじゃん。大丈夫大丈夫、リプリートしてるからちょっと体調悪なるかもしれんけど、熱とか出てきた？うん、熱は出てきてない。うん、熱出てきてないけど、リプリートまだいけそう？うん、食事は多分、食欲が多分ないと思うねんけど、どう？いや、お腹はなんかでもすくくて、まあまあ食べれてんねやったら食べとこうか、ほんでいっぱいちょっと寝て体調回復させた、うん、回復させたいです。はい、まさかのピンチになってたね。全然大丈夫です。あと1日1回また様子見て、体調悪くなったらもう炭水化物取ってもいいから。うん、けどなんかどうせ中途半端でやめんの嫌やと思うから、そのまま行きそうやけど、うん、あと連絡します。はい、すいません、ありがとうございます。じゃじゃーん、牛と卵ときのこです。いただきます。今日の3食目今すごいね、お芋が食べたい、芋を食べたくてたまらない。こんな感じでちょっとこれをまた食べていきたいと思います。よいしょ、ご飯食べ終わってですね、有酸素がてらですね、犬の散歩に今40分くらいかな行ってまいりました。トレーニングの予定だったんですけど、ちょっとあの風が悪化しそうだったので、もう有酸素だけにして、もうオフでゆっくりお風呂に入って即寝たいと思います。今日は明日はラストトレーニングをちょっと長めにやってっていう感じで行こうかなと。で、今日はあの8時から、まだ8時じゃないんですけど、8時から
スローシーズの、 オンライン販売をねスタートするんですね。SFF で販売させてもらった分と同じものなんですけど、それのオンライン販売を今日の8時からするので、それまでの30分間、今7時半前なので30分間ぐらいだけちょっとライブをしようかなと思います。ただいまですね、お風呂から上がりまして、お友達からねマスカットが届いたんですよ。嬉しいんですけどね、私ディプリート中でマスカット食べれないんですよ。で、多分ディプリート終わった後もマスカットを食べれるタイミングはなくて、大会後のお楽しみって感じなんですけど、もし傷んだりしたら嫌やから、なんかマスカットの保存方法もせんね、お友達から教えてもらったの。これ私も知らんかってんけどさ、みんなは知ってたんかな。一粒ずつちぎるねんて。で、濡れたキッチンペーパーの上に並べていくねんけど、この切った部分が上になるように並べるねんて。私ね、ぶどうが大好きやねん。てかフルーツ全般大好きなんですけど、気抜いたらここでパクッと一口食べちゃいそうですけど、今の私はそんなに気は緩んでません。ちっちゃい頃ぶどう割りめちゃくちゃ行ってた、大好きやった。ディズニーランドとかより好きやった。あと動物園。完璧。これで減量終わりに一気に食べる。またね。リプリート2日目乗り切りました。あとラスト1日、頑張る。おはようございます。ディプリート3日目になります。で、体重は 44.9 になってたので、シェイプの時が 44.7 で大会だったので、そっから 0.2 プラスですね。中はこんな感じ。このマジでこのユニクロめっちゃ、この辺がめっちゃ綺麗に見える。めっちゃ言い過ぎやけど、マジでこのユニクロのブラタンクトップ、マジで優秀やから、みんな私もう一枚買おう。でね、今ポージング練習してたんですけどね、ダイヤモンドカットがね見えそう。なんか意識してなかった一瞬にめっちゃ出てたんやけど、意識したら消えるっていう謎の現象。これとか見えたって思ってんけど、動画で見たらこの瞬間見えてんのに、これいつの瞬間って。今日の朝ごはんはこれです。鮭と卵。今日はお昼も昨日と一緒に多分なっちゃうんですけど、でも夜は今日はカツオ食べたいな。じゃあ食べていきたいと思います。じゃあ準備ができましたので予備校に行ってきたいと思います。よいしょ。今予備校から帰ってきて、ディプリートラストのご飯です。タイ、鮭、あとはサラダを食べます。これをラストディプリートで食べて、明日からはカーボを入れていくっていう感じらしいです。わかめでトイレが出てくれるように願って食べます。水溶性の食物繊維でね。こちらのタイはですね、贅沢に1000円のタイです。高級なタイです。いただきます。プリップリ。マジこれで絞れるんやから、めちゃくちゃいいよ。魚って最強やなって今回の現状で改めて思った。はい、ということでですね、本日のこの夜をもちまして3日間のディプリートが終了いたしました。残り木金でカーボアップして土曜日の大会に臨むという感じになります。
おはようございます。 D2 今日からなんとカーボアップということで、蜂蜜にひたひたのお餅が出来上がりましたので、カーボアップ1食目食べていきたいと思います。いただきます。今日は体重最小値やったの、シェイプの時の大会の当日の体重になりました。 44.7、カーブアップ1食目はー、蜂蜜をたっぷりかけていただきます。甘すぎてびっくりした。昨日成城石井に行って、なんか美味しそうな蜂蜜を買いました。元気が出ちゃう、モリモリ。甘い。ほら、もう心なしかもパンプアップしてきたんじゃないでしょうか。さっきの食べる前よりかいいんではないでしょうか。またお餅食べたくなってきた。カーボアップがもう私は家でできなくて、で今日もその授業やからお昼時間にしかちゃんとお弁当とか食べてはダメなのね。軽食とかは全然休憩でも食べていいから、おにぎりとかは食べていいので、もうあのカーボアップ用に鮭おにぎりを作っていきます。厳しいって。これは鮭 200g とご飯 400g ですね。これを4つのおにぎりに分けて100、100、100で作って、あとバナナ持って行って、途中のカーボはこれでいこうかなと。今日はインスリンと戦います。よし、こんな感じで学校行っていきたいと思います。バイバイ。なんかさ、予備校生と友達になった秋の送ったりとかさ、うん、ただいま帰ってきました。暑い。帰ってきたんですが、ラストミールを食べて今日はなつきさんのハイパーに行きます。ラストはお餅蜜とまた蜂蜜、これを準備していきます。完璧。ではいただきます。もうほんまにあんだけ、今日とかだからおにぎり爆弾みたいに大きいやつ4つと食べたけど、全然なんかでも出てないから早く出てほしい。でもなんかすごい体に元気がみなぎってる感じがする。うん、こんな感じで残りのこのお餅食べて、なつきさんのとこに行っていきたいと思います。熱いかわいい。なつきさんのとこに来ました。ございます。あ、昨日夏希さんのとこ行ってから多分撮ってないんですけど、ついに D1、 明日がラバの大会当日です。ということで今日はラストの日なので、まあ、今日もカーボアップなんですけど、まあ、1週間ご飯撮ってきたので、今日はもうこの朝の時間で動画を締めようかなと思います。で、今日の体重は 44.8 かな。昨日から0点プラス1で、まあ、トイレもちゃんと出て、もうね、ウエストを測ったら54センチだった。で、体はこんな感じ。もうね、結構お腹はペラペラ。今、ポージング練習もして終わったんですけど、なんか今年はいつもちゃうなと思う点は、足。足がなんか、去年とかに比べてもすごいスッキリしてる。私の中では一番。ということでコンディションは悪くないなーって思うので、まあ今日は最後またカーボアップなんですけど、今日も一日ね予備校なので、食べるものは昨日のとほぼ変わんないっていう感じになりますので、ラスト一日頑張っていきたいと思う。よし、できました。お餅3つと蜂蜜をかけます。水はこれとコーヒー500らしい。いただきます。まあ、こんな感じで残り最後、今日カーボアップ頑張って、夜はカラーリング直樹さんにしてもらうのと、まあ、夜からはまた動画撮るかな、別で撮るかなって感じなんですけど、
とりあえず私のリプリートからのカーブアップの様子の動画でした。ではまた、多分次は動画は大会当日の動画になるかな。本当に1位取りたい、頑張りたいと思います。ということでまた次の動画をどうぞよろしくお願いします。じゃあ。